AD5290 はデジタルポテンショメーターという電子可変抵抗器です。略してデジポットと呼ばれることもあります。その動作はボリューム抵抗のように抵抗体にワイパー端子がついたものです。物理的なショックなどに弱い機械式抵抗器に代わり様々なアプリケーションに使われます。電,電気的な信号で 抵抗を可変にできるので、回路内の調整を自動化することが可能です。デジポットは、左の図のように抵抗ストリングにタップを引き出し、それぞれにアナログスイッチをつけたように構成されています。このスイッチを切り替えていくと、右のように抵抗の上をワイパーが動いているように見えます。 ただしこの動きはタップの切り替えによるので抵抗値の変化はステップ上でタップの数によりそのステップ数が決まります。AD5290 は全体の抵抗値が1 0キロ、5 0キロ、1 0 0キロの3種類用意されその分解能は256ステップです。抵抗としての性能も優れ温度係数は 35ppmpc です。 デジポットにはますまずこのような高精度を求められないアプリケーションに低価格帯のダックとしてゲインのリアルタイムコントロールシステムトータルのオフセットコントロールアナログフィルターをフレキシブルな回路として構成したりとさまざまな実用例があります。 デジポットは大変便利なデバイスですが、使用する上で一つ注意する点があります。デジポットそのものは、半導体素子で電源を必要とします。通常各端子の電圧は、この電源電圧を超えてはいけないことに留意してください。AD5290 は比較的耐圧の高い CMOS プロセスを使用し、電源電圧及び各端子の電圧は、 プラスマイナス15ボルトまでかけることができます。ぜひ AD5290 をご検討ください。